こんにちは。今回、私が制作しているドールの原型ができたので、それのご紹介をしたいと思います。下に敷いている布は、国家さんから8月じゃない、9月に発売されるモンスタールールのブランドの布なんですけれども、こちらの方も、4種類発売されますので、よろしければ、9月中旬以降から手芸屋さんに並ぶとこは並ぶと思いますので、よろしくお願いします。こんな感じでモンスタールールの絵柄が入っています。で、写真は私が撮って、デザインは国家さんで作ってもらいました。で、今回のこのドールは、私が小さい頃からリカちゃんが好きだったっていうのがあって、大人になってきてだんだん人形とか忘れてきちゃったんですけど、最近自分がドールとかをいろいろ作るようになって、最初にソフビをこうドルチェっていうこのチェシャ猫のソフビを作って、それからソフビを作る工程とか、頼む職人さんとかの工房とかが自分なりにちょっと分かってきたので、それを応用させて、今はこういう、なんかラバーフェイスの人形みたいな、こんな感じの顔だけソフビの人形も作り始めました。もともと全部羊毛フェルトでこのチェシャ猫の人形とか作ってたんですけれども、やっぱり一点物になるので、展示会とかした時に買えなかったっていうお客様の声を結構いただいて、そこからちょっと量産品でも作れないかなっていうことで、このドルチェを最初に作って、それからちょっとこのモンスタールールっていうキャラクターのソフビも作ってもらってます。で、これは全部同じ原型師さんに頼んでいて、ピーピープディングさんっていうちょっと人気のソフビ作家さんなんですけれども、プディングさんに全部原型を頼んでます。で、プディングさんはもともと竹山のりやさんっていうちょっと有名な巨匠の方のご紹介で、ちょっとソフビ最初作る時に知ってる知り合いとかもいなかったんで、で竹山のりやさんがちょっと私の卒業校が一緒で桑沢デザイン研究所っていうところで先輩でしたので、もう聞くしかないなっていうことで竹山のりやさんに相談したところ、原型師として PB プディングさん可愛いのもできるよっていう、ですごい腕がいいよっていうことで紹介していただきまして、ずっと原型作ってもらってます。ずっとっていうか、ソフビやり始めたのが去年からなんで、去年の春ぐらいからなんで、でこれが今4作目ですね。このドルチェとモンスタールールとこの顔のソフビのこうで、その次にこのお人形ということで、これは体は6分の1サイズドールぐらいの大きさで、ちょっとリカちゃんとかよりウエスト太めなんですけど、リカちゃんの服をこの原型にちょっと着せてみたところ、着ることはちょっときつかったんです。できました。で、ブライスと並べるとこのぐらいの大きさです。この原型は全長23センチで、LOL サプライズ と比べるとこんな感じです。で、成形していったりした時に、これ原型からちょっと何パーセントか縮むので、それを計算して作ってもらってます。で、目はちょっとここに刺し目をする予定で、中央部分の刺すところにちょっと印つけてくれてまして、で頭の後ろはちょっと頭取れるんですけど、こんな風に蓋になってます。
でこれ多分まあいろいろソフビの人形とか研究して、まあ大体ここに蓋みたいのがついていて、これなんでかっていうと多分ソフビ作るときに抜くところをソフビをこう流し込んで、なんか空洞になって成形するときにやっぱここを蓋にしないと多分できない、頭はできないのかなっていう感じが、ちょっと私詳しくないんで分かんないんですけど、で体は腕は動くようになってて、で足も動いて、でウエスト部分とこう分かれてます。で靴も今作ってもらってて、靴もソフビで作るんで、ちょっと足に思い切り沿った形にはできないんですけど、これはパンプスで、これ今湯口っていうソフビこう流し込んだりするところの金型作る時の、ちょっとこういう出っ張りついてるんですけど、実際はここはもう切り落とします。で、まあ、星がついてて、靴的には魔法少女な感じでお願いしますってデザインが出して、なんかいろいろ魔法少女の作品とか調べたり、あと今あるドール作家さんが作ってるドールの靴どんなの作ってるのかなっていうのをこう私なりに調べて、私あんまり全部を知ってるわけではないので、詳しくはないのでわかんないんですけど、だいたいパンプスと長靴か紐のブーツ作ってるところが多かったんで、私はちょっと紐じゃなくってちょっとこういうファンタジー系のブーツをデザインして、でこのパンプスも、まあ、リボンとか結構多いんですけど、まあ、星を作ろうということで、まあ、基本的に今ある素敵な人形がいっぱいあるので、それと同じことしてたらちょっとダメだなっていうことで、私はちょっと目とかも描いてるか後ろからこうつけるかっていうタイプのものがもう多いと思うんですけど、私はちょっと刺し目にしようとしていて、今のこういうなんだろう、ソフビセフフェイスのトールは目をちょっと加工して作ってるんですけど、こんな感じで今回もやっていこうかなと思ってます。刺すタイプのこういう目をですね、刺す予定です。刺すタイプのドールをちょっと私が調べた中ではあんま見なかったので、ちょっとやってみたいなと思ってやることにしました。でこんな感じで今進めていて、まあ、これからこれを金型を作って型を作るんですけど、この型を作るのにまずロー型っていうのを作らないといけなくって、ロー型と金型作ってた工場今まであったんですけど、そこを聞いたらちょっとドールは受け付けられないっていうことで、新しいところをちょっと紹介していただきまして、で新しいところで今回頼もうと思ってます。で植毛もやったことがなかったので、で植毛の会社も紹介してもらって、で今ちょっと連絡取れてやってくださるっていう話だったんで、植毛もこうなんだろう、髪の毛ちょっと頭大きいんで、ちょっと予算とかどうなるか分かんないんですけど、とにかくやってもらって、こんな感じで、まあ、可愛く仕上げたいなと思ってます。で髪の毛の色とかも今後いろいろ作っていきたいなと思ってます。で金型作ったら、次はソフビ作るのに、今度はそれを成形する会社に送ってもらって、で成形する会社で
整形してもらって、まあ、ソフビの柔らかさっていうのが何種類かあって、まあ、こういうこれはクリアなんですけど、クリアはちょっと柔らかめなんですけど、一番硬いタイプのこういう、これはマーブル模様で作ったちょっと特殊なルルなんですけど、硬いものと、あと今このラバーフェイスみたいに作ってもらってるソフビの原料は3種類ぐらいの中から選んだ、まあ、中ぐらいの柔らかさのもので、でこれは多分中ぐらいの柔らかさのもので作ると思うんですけど、植毛の会社でどのぐらいの柔らかさがいいのかとか、まあ整形する旭工芸さんっていうところでいつもお願いしてるんですけど、旭工芸さんでまあちょっとドールはどのぐらいの柔らかさがいいのか、まあ足とかも靴も履いたりするので硬すぎると多分履けないと思うんで、軟質ソフビで作っていこうと思います。で軟質ソフビって原料を何個作ろうか買い取らないといけないので、まあちょっとその辺もまあちょっとどのぐらい製作数作るのかいろいろ考えながらやっていこうと思ってます。で植毛の会社がちょっと私分からなかったのでどうしようかなと思って、そこが一番悩みだったんですけど、やっぱり自分でオリジナルでウィッグ作ろうと思ってたんですが、全部それやっていくとなんかものすごい時間かかりそうだったんで、植毛した人形と時々自分でオリジナルで糸でなんかもう普通の植毛ではないような感じの髪型を作りたいなと思ってます。で、なんか普通じゃないような髪型ってどうやるのって思うんですけど、こういうなんかなんだろう、ファンシーヤーンとかをいろいろ買ってみていて、でこれでちょっとぶっ飛んだような感じの髪型作れればなっていう、こういう LOL サプライズ、もうこれもなんかラメに入ってるんですけど、まあなんかちょっと普通じゃないよねっていう感じの髪の毛自分で作れたら面白いかなと思って、それがちょっと他の人に受け入れられるかどうかは分かんないんですけど、まあ、やりたいことをやっていこうということで考えてます。というわけで今後ちょっとパッケージどうするか考えたりとか、まあ、メイクとか考えていこうと思ってます。でメイクなんですけどまあそういうのも全部 YouTube で調べまくってやり方とか見たり聞いたりとかして、で口元とかはこう元気師さんにお願いするときに口角上げたり下げたりメイクするときにちょっと変えられるような感じで、口は笑ってもいないし、まあ、普通の感じの口でお願いしますっていうことで頼んでこうなってますっていう感じで今進めているところです。これからちょっとこの原型を、ロー型とか金型作ってくださる会社にお送りして、まあ、見積もりとか取ってもらったりして、まあ、その後もまた相談しながらやっていこうと思ってます。こんな感じで、出来上がり楽しみにしていてください。